丈夫ですか？大丈夫？できた。で、それもケチャップでかぼちゃのイメージをしてチーズでね、お目目とかを作って貼ってもらってケチャップライスのおにぎりを作ります。今日ね、ご飯はコシヒカリ、もっと新しい村で作ったお米新米になります。で、今日ね、あとそうですね、緑のものおしんことかなんかあったらたくあんとかなんかでいいんだけど、入れているのもちょっとね、でこの顆粒が入るとちょっと美味しいおにぎりになるので、それもちょっとやってみてください。おにぎり屋さん来ますよ。全然綺麗に手洗いました？はい、洗いました。あ、じゃあもう一個こう、またね、もう一個やってて、また手に出すよ。2つ目、さあ、いい？お皿あった？お皿ください。お皿、 ありがとうございます。だね。